こんにちは。最弱王決定戦。だって弱いからね、最強佐々木です。本当ですよね。今日のゲームは、今日のゲームはね、もう届いたばっかり、はい、今開封して、はい、スティッキーっていうゲームです、はい、超単純です。棒を引き抜いていって倒れた方が負けっていう。対応年齢が6歳から99歳です。99歳まで、はい、まあ、全員がもう単純、全員ができる、うん、しかも木のおもちゃだから本当お子さんにもいいと思いますよ、はい、ね、この何の暗記でもないのにおもちゃを紹介していく皆さん紹介しますって、このゲームやってくださいっていうおもちゃ会社の皆さん、何かあればね連絡してください。そしたらこの木曜日にね、はい、みんなで楽しんで紹介していくんで、はいはい、ぜひお願いします、はい、あのこれもねアマゾンで注文して頼みました、はい、で昨日の夜届きました自腹ありがとうございます。でまたあの家で子供とやりますこれはでも誰でもできる。そう、いいですね。こうなんかね、うん、棒が赤黄色青っていう棒があって、こうリングがあって、でまあこう置くらしいのよ。でサイコロがあるのね。でサイコロ振って出た色のやつを引いていく、はい、で青が3点、赤が2点、黄色が1点らしいのね、はい、でそれで得点を競っていく。倒した人は自動的に負け、はい、だからこのゲームは4人でやるから、はい、4人で最大に2人から4人まで最大できるのよ、うん、振っていって倒れた人が負けで、一番得点多い人が勝ち抜け、はい、で最弱王を決める。はい、了解です、はい、で今日のルールとしてはもう触ったやつは抜かなきゃいけない、はい、その色がなくなるパターンから、その色がなくなった場合はもう好きなやつを抜いていい、はい、っていうルールで、まあ、またどうせあの串竹番長が負けんねやろ今日は違うんですよ。え、違うの？今日は全然違う。今日は俺は本気っす。何が違うの？今日は日が出てるでしょ。日全然出て、今ポキってなっても運動不足感がもう否めないけどね今のよし、じゃあ順番決めよう、はい、うん、勝った人から、うん、勝った人から時計回りね、はい、最初はグーじゃんけんぽい、はい、いい子でしょ、いい子でしょ、あー最初はグーじゃんけんぽい、最初はグーじゃんけんぽい、ぽいですね、ぽいですね、さすが最弱王じゃんけんも負けるよね。じゃあもうちょっと、もうちょっとここら辺にいい、ここら辺にいい、ここら辺にしよう。青空くんからです。はい、いきます。赤、赤、赤、 いきなり倒れることないからね。そうですね、そんなのもうどれでも、うん、じゃあこれ触ったらもう、触ったらもう抜かなきゃいけない。はい、黄色、え、黄色はだって黄色い、これ1点だ、黄色だ。でも最高得点で勝ち抜けたいからね。そうですね、1回戦で赤、おい、めっちゃ動いてんぞ。おーおー、おい、まだ大丈夫。え、へー、うん、青、青は高得点だけど太いからね。そう、さっき私青4本ぐらい抜いて、うん、5本目ぐらいで倒れました、うん、はい、やったかな。え、いや、え、まだまだいける。そんな、こんな早くは倒れない。倒れない、赤、さすがに。で練習で5周ぐらいしたもんね。そう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 、うん、これにしよう。今回結構バランス悪くない？確かにバランス悪い。バランス悪い。ああ早い、早くない？早い、最初のバランスが悪かったね。早い早い。じゃあ青空くん勝ち抜け。はい、おー、青空くん1抜け多くない？嬉しい。私まだ1本しか抜いてないよ。トロトロしてるけど勝つんだよね。勝つんですよ。トロトロしてます？今倒れたね。倒れましたね。意外と早く倒れますね。早いね。いや、これ危、いや、これもなんか危ないな。最初はグッチョキ。じゃあこう、うん、先生。早くない？早い。早いですね。うん、ちょっと油断しすぎてた。赤。赤。これ青とかめっちゃ怖いんですよ今日。油断しすぎてた。おお。早すぎるって今のは。いや、これ最初の置き方悪いんですって絶対。いやでもまあいいじゃん、デンジャラスで。これもう青抜いたらやばいですよ。青、しかも当たって、最高の危険よ。当たったらあれだからね。これ倒れたら僕の勝ちですからね。そうやな。あ、そうだ、そうだね。倒れたらやばいよ。やっぱこれあるやろ。あそこ大丈夫だ。おお、1回目からこんなドキドキ感ある？青出る
いな。よし、これで倒れたら俺の勝ちだよ。そうっすね、これで倒れたら俺の勝ちだよ。やばい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 よやばいよ。あーイエーイイエーイ。最強最強三択です。イエーイ。また俺や。はい、どうぞチャンピオン、チャンピオン、チャンピオン、どうぞ。1本目で三択東です。チャンピオンどうぞ。ふざけんなって。待って、こんな早く倒れます？嘘でしょ。あ、選ぶやつ悪いんじゃん。絶対最初の置き方ですよ。だってさっき5周ぐらいしたんだから。いい具合に立った真ん中ら辺で。そうなの。じゃんじゃんにして。じゃあ最初のグーじゃんけんぽい。じゃあ私から。よし。これはもうだって点数高い子いないからね。うん、倒した方が負けだから。確かに。最後に気をつけて、これ最後の当たって倒れるパターンあるからね。確かにこれは、これは細いの取りたい。あーうーうわーちょっと。これは細いの取りたい。これおい、これシャク考えろよ。お前シャク考えろよ。シャク大丈夫、シャク大丈夫、シャク取れてるんだ。おいシャクか。シャク考えろよ。これ過去最高に早かったっすね。過去最高に早かった。シャク考えろよ。やり直します。いやいや、やり直しじゃないよ。いらないですか。いらないですか。出たー。じゃあやれましょうよ、罰ゲーム。なんでそんなにやる気満々。いやー、本当にね。弱いよ。油断したんですよ。余裕やと思って、こう抜く瞬間に当たっちゃった。概要欄からすぐこうでやってみてください。笑わなかったらもう帰ってたろ。出た。じゃあお願いします。よし、ショートコント、心肺蘇生。心肺蘇生法。あれ続きまして今日切れないな。今日切れないんですよ。今日切れない。安さが切れない。最初に今日の僕は違うって言ってました。やっぱ違うのかな。違い出てると思う。違い出てると思う。ちょっと皆さんね、どれ行こうかな。じゃあ笑いに変えなあかんからね。山田電機の CM。山田電機ってご存知ですか？知ってる、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 冷た、冬の便器。今日切れないな。